ないんです。調べさせた。ノビグラドの娼婦みたいにお仕置きされたよ。聞いてくれ、俺たちは恐怖で震え上がってる。大会に参加するか？拳で戦って頭と腹をすっきりさせてみるか？ただしヨナは手加減を知らないぞ。噛みつく癖があるんだ。どうだ、やるか？よし、そのヨナの強さを試してみたい。我らがヨナと流れ者による、世紀の大決戦を見逃すな。何のようなの？血まみれ男爵に挨拶した？どうした、来い。流れ者がヨナを任したぞ。こいつがベレンの新しい王者になるのか？これは楽しみだ。まだ十字路の宿屋にいるスミシーとリンデンベイルの大食いクジラが残ってるぞ。二人とも手強いぜ。どこから来た？村一番だ。なかなか腕っぷしの強そうなやつだな。俺たちの大会で活躍できそうだ。村の連中を小突き回して楽しく金が稼げるぞ。どうだ？いつでも戦ってやる。おい、みんなよく聞け。もうすぐ次の勝負が始まるぞ。ウィッチャー対スミシーだ。スミシーの強烈な打撃が見れるぞ。アカス野郎、お前も昨日はノミスだ。悪くない。お前ならいつか王者になれるかもな。残すは大食いクジラだけだな。みんなに何と呼ばれてる？自信のほどは？ゲラルトだ。自信はある。よし、じゃあ挑戦してみな。いつでもやれる勝負だ。おい、みんな、ついに大食いクジラに挑むやつが現れたぞ。この決闘場で勝負が行われる。相手はあのリビアのゲラルト、別名大土だ。戦う前にちょっとだけ時間をくれないか。頼むよ。その顔の傷は飾りじゃなさそうだな。でも俺は食うためにやってるだけだ。最近じゃ川で魚を取ることもできない。でもこれで勝てば小麦粉がもらえるんだ。哀れに思うなら負けてくれよ。
わざと負けるつもりはない。勝ちたいなら実力で俺を任せ。予想通りの結末、ウィッチャーの拳が大食いクジラを叩きのめした。新しい王者の誕生に胸が熱くなる。この地の王者、兵士長に挑戦する時が来たな。彼はクローパーチにいるぞ。大食いクジラ、何の用だ。勝ちは譲れないが、お前と家族を飢えさせたいわけじゃない。ほら、この金をやろう。そんな、ああ、ありがとう。これがウィッチ。かかってこい。見ろ、挑戦者だ。始めよう。いいぞ、いつでもかかってこい。燻製金庫、ラード、赤いソーセージが今じゃどんぶりの粉末にごぼうばかり。思い知るがいい。これは何という激戦か。ウィッチャーが我らが兵士長に勝利し、ついにベレン全土の王者へと上り詰めた。まだ満足できないなら他の土地の相手に挑め。ノビグラドにもスケリッジにも強い奴はまだまだいるぞ。で俺のところに来るんだ。